今年開学50周年を迎えることができました。半世紀という大変長い間、教育という大変尊い仕事をさせていただきました。本当に心から感謝を申し上げたいというふうに思います。本学の源流は、今ビデオにもありました通り、昭和24年に仙台の中山義隆が若干25歳で熊本が焼け野原になっておりましたけれども、それを見てこれからの日本を復興させるためには産業人材の育成がどうしても必要だと、そういう強い思いから私塾を開いたことに始まっております。でその後も本学においてはものづくり人材を輩出をしてまいりました。本学の教育の根本的な理念といたしましては、実学主義ということでやっております。実学主義というのは、学生が何を学んだかではなくて、何ができるようになったかというのを問うようにいたしております。そういった実学を学んだ卒業生が今日までに3万6000人巣立っていきました。そして今各界で活躍をしてくれています。卒業生にとりまして、本学はおそらく心の聖地ではないかなというふうに思っております。卒業生の皆さんが在学中に今日の崇城大学の伝統とブランドを築いていただきました。そういった卒業生の皆様のために、この崇城大学聖地を我々は今後も一生懸命守ってまいりたいというふうに思っております。